どうもー、影庵です。今日もね、約1週間ぶりぐらいですかね、ウォーキングとはジョギングをさせていただいて、3.17 キロですね、 3.17 キロ走ってですね、今これクールダウンですね、クールダウンしているというところですね。で、走る前は雨降ってなかったんですけど、走り出したら雨が降り出してですね、どうしようかなと思ったんですけど、そこまで小降りというか、そこまできつい雨じゃなかったんで、もう走り切りました。なんとか走り切れて、いつもの距離をね、走り切れたんで良かったですわ。今日はね、ちょっとね、ちょっと時間というか、その、こう僕がやることというか、こう将来に向けてと、いろいろこう向かってやってることがあって、それがよりね、こう明確になったというか、そうですね、明確になって、その明確にするやり方もちょうど情報が入ってきてですね、ほんで、それに沿ってやったんですね。で、明確になって、これからもうちょっとこう、よりしっかりとこうイメージさせていくというか、そういう風にこう持っていこうかなと。また明日時間があればね、そういう作業もしていけたらなと思ったりをしてますね。マスクがちょっとね、しんどいですね。マスクがしんどいんですけども、まあなんとか、まあ、人も通ってないんでね、マスクする意味があるんかなと思ったりもしてるんですけども、まあまあ一応ね、そのこうどういうんですか、その、まあ、気遣いというかね、そのためにマスクをしているという形ですね。これでこんだけ離れてて映ることはないんですけども、まあ一応ね、安心するんちゃうかなということでマスクをしているというところですね。まあ、今日は良かったですわ。結構そのかなり明確というか、あ、こういうことがこうこれからこうやっていきたいというふうに思ってて、こうやっていく、まあ、行動を今移してるんですけど、それをこうね、やっぱ結構長期目線でね考えてるんで、それに向かってこう取り組んでいこうというふうに思ってますんで、まあいい感じで流れてますね。そうですね、やっぱ流れはいいかなという感じがしてるんで、この調子で乗っていきたいなというふうに思ってます。ちょっと雨がね降ってきて、この後空手の肩の練習しようと思ってるんですけど、ちょっとこのまま雨が強くなったらどうしようかなというふうに思ってますけども、まあまあもうあと肩やったら家帰るだけなんで、まあやっていこうか、公園寄っていこうかなという気持ちでいます。あともう何百メーターで公園着きますんでね、まあまあやっていこうかなと。ちょっとね、サンチンもね、だいぶ頭に入ってきたんでね、だいぶ昔の感覚が戻ってきてるんで、それを定着させるためにもね、肩の練習が、これがこう雨が降ったら走らないんでね、そうなると外でのその空手の肩の練習も できない、まあ、家でやったらいいんですけど、なかなかそれ違うことやったりしてしまうんでね、時間作らなあかんと思ってるんですけども、こういう機会やと絶対やるんでね、こういうチャンスはねしっかり使って、時間を使ってやっていこうかなというふうに思います。ちょうど渡るが青信号という、まあついてる、まあ小さいことですけどついてるなというふうに思って、こう行こうかなと思ってます。ということで、今日も無事走り終えて、クールダウンが終わって、今から肩の練習をします。どうもありがとうございます。